女一緒になって寝ております。寒くなってきたからね、チビス。こっちにもちょっといるんですけどね2匹だけ。みんな密集してる。寒くなってくるとね、こういう可愛い姿が見れるんですよね、チビス。まだご飯あげてないね。ここにさっきね、3匹 ?4 匹か。なんか密集してましたよ。しかしちょっと金網の小屋だからね、なかなか見にくいんだよね。なに？まあそんな感じです。なんだよチビ。何マリラ、いい天気だね。なんで一緒に寝たがるの乗っかってるの、ほら上に乗っかっちゃって、ほらほらほらすごいことになっちゃう。ほらほらあらららららら、見ての通りね、新しいメンツがいるんですよ。この珍しい模様のことがいますよね。まあそれはいずれ報告したいと思います。ちょっとね、特集ビデオみたいの作りたいんだけど、なかなか作れないんですよね。はい、ではでは、こんにちは。これは何ですかね、これ。ヤオキちゃん、何ですかね、これは。ハムスター弁当です。ではハムス、さっきまで寝てたのにざわめいていますね。皆さん、よいしょ、おいしょ。皆さん、なんかね、みんな食堂でこの隅でトイレするようになったんですよね。ハムスターってね、隅っこが好きでね、食堂ではトイレしなかったんだけどね、割とね、デリケートっていうかね、デリケートな動物で、普通はね、食べるとこではおしっこしない、絶対しないんですけど、もともとね、ここに一匹でね、転がれてると、あそこが食堂だったんですよ。で、あそこにもトイレがあったから、あそこじゃない、ここにはトイレと遊び場があったから、みんなこの部屋は、トイレと遊ぶ、トイレをしたり遊んだりする一番コーナーの小屋なんだっていう認識がまだあるんでしょうね。そうやって覚えてるんですよね、小屋の配置の。ちょっとインテリアを変えると慣れるのに時間がかかる。トイレが隅っこにあるからみんな食べにくいよね。上から見るとこんな感じ、奥奥奥奥奥奥前ね、カステラあげたらね、もうすごいチュチュチュってもう興奮しながら、あ、こっち来て食べてる、ごめんこれは男の子たちのだよ。で、女の子が多いからね、まあもう何回も言ってることなんですけどね、こうやって見るとね、なんでこんな狭いちょっとこんなあんたみんなの分、男の子の分取っちゃあかんよ。あ、ごめんごめん、思われちゃうんだけど、こんなね、こう1、2、3、4ってね、4部屋あるんですよ。だからね、食堂が一つっていうので、ちょっとみんな、あ、砂がついちゃうよ、
ここにぎゅうぎゅうになっちゃうんだよね。涼しくなってきてよかったね。夏は食欲もあんまなくてさ、心配だったよ。掃除したばっかりでちょっとティッシュが入ってないんだけど、みんな用済みで、ドアップ用済み、お皿空っぽ。もうないよ、クレクレしても。もうみんな厚揚げで毛が油切っておる。あれ、男の子たちも起きてきましたね。はい、じゃあ久々のご飯風景でした。みんな小袋パンパンにしてまた寝るんでしょ。すごっ、おーちゃん、でも重なっちゃってる。やっとね、こっちの小屋で寝るっていうのにね、慣れてきてくれました。こっちが食堂、こっちで寝るってね。前は逆だったから。あ、2匹じゃちょっと取りにくいよ。私がここにいると、まだあるんじゃない、まだあるんじゃないってみんな落ち着かないね。金網を通さない世界。そうするとみんな出てくる。このパンパン、パンパン、はい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 、はい、一回こうやって落ち着くまで観察してみたいですけどね。不思議だよね、なんかね、小袋に詰める時と詰めない時があるんですよ。ジャンプがすごいね、空っぽ。詰める時と詰めない時があるんですよね。要するにここでその場で、ほとんど食べてね、みんなでね、ご飯の時間みたいな感じで、それとも小袋に詰めてこういう隅っこでどうなってる、これ食べて。だけど、朝夕って2回ご飯あげてるんですけど、必ずね、次の日の朝とかね、夜とかね、見るとね、もうすっからかんなんですよね。かなりの量あげてるんだけどね、食べちゃうんですね。どっちみち綺麗に食べちゃう。ハムスターってほら、備蓄する傾向があるんですよ。そこに備蓄したところで、ご飯がかびちゃうとかね、そういう問題があるかもしれないからなんだけど、うちの子たちはきれいさっぱり半日ぐらいで食べてしまいます。なんかあんまきれいな絵が撮れないんで、そろそろ。じゃあね、チビス、はい、じゃあね、何回してんの、はい、ではでは。